職業としての学問。微センシャフトアルスベルフ。学問にはできることとできないことがある。精神を理智・意志、感情の三つに分けて、理智を重視する考えを合理化とか、主治主義とか、脱呪術化という。今は絶対的な神、価値観が崩壊し、多様な神、価値観がある。学問は細分化して、 神々の闘争が生まれた。すでに一つの学問、一つの価値に意味はない。よって教師は、1、学生に対して自己の主張を押し付けてはならない。2、価値判断をしてはならない。3、学生が自由に価値を決める権利を奪ってはならない。4、教団で政治活動をしてはならない。逆に、未熟な若者が未熟なままで仲間を集めれば、 小さな共振的集団に陥る。それでも学問には自己の立場の明確化を助けるという意味がある。学問に伴う宿命は自らが主体であり続けるということに耐えることである。その宿命に耐えられない者は黙ってキリスト教への信仰に戻り学問とは関係のない職業についてそこで日々求められる役割を果たし人間関係の中で生きる。 職業としての政治。ポリティーク・アルス・ベルフ。一、国家、政治、権力。国家とは物理的暴力の行使という特殊な手段を有する政治団体のことである。トロツキーが全ての国家は暴力の上に基礎づけられていると述べたように、暴力を持たない国家は無力である。ただし、当然のことながら、暴力の行使は平時における通常の国家の政治的手段であるわけではない。 国家とはその域内において正当な物理的暴力行使の独占を要求する共同体である。政治とは権力の分け前に預かり、権力の配分関係に影響を及ぼそうとする努力である。2. 支配。国家のような政治団体は暴力を背景とした人間の人間に対する支配関係である。それが存続するためには、 非支配者が支配者に服従しなければならない。政治の正当性の根拠は、1、ある習慣を保守する態度が取られることで、新政治されている伝統的支配。2、ある個人のカリスマ性や英雄的行為に依拠したカリスマ的支配。3、制定法の妥当性や権限に基づいた合法的支配の3種類に分けられる。 支配は政治権力が自己の支配機構を確保することによって実施できる。3、行政。行政は1、人的資源。人々の行為が権力に対して服従するように方向づけられていること。2、物的資源。支配者が物理的暴力を掌握していることの2つがなければ遂行できない。 行政の物的手段が支配者ではなく行政人員によって独自に確保されている政治団体を身分性的団体と呼ぶ。1、封建制のもとでは、領主は行政や司法を自主的な権力で実施している。2、君主制でも人間が現物支給や貨幣給与で雇用する人々で行政統制し軍事力を準備していた。3、近代国家は、 その域内において正当な物理的暴力行使の独占に成功した集権的な支配団体である。そしてこの政治的集奪過程において職業政治家が登場した。4. 職業政治家。職業政治家は物心両面で第一義的に政治で生きている。職業政治家は政治によって生きる者と政治のために生きる者の,の2種類に分かれる。 前者は政治を向上的な収入源にしているが、後者はそうではない。政治のために生きる者に政治を任せると、その際の政治家の人的補充は、金銭的にならざるを得ない。そうした金権的な人的補充を回避するためには、政治家の収入を安定させなければならない。を、完了。 官僚は専門教育によって養われた高度な知識と高い誇りを持ち、国家機構の純粋な技術的能率性を担っている。そしてこれは技術的な行政活動の必要性によるものである。官僚は専門家であるとともに非党派的であるべきである。政治闘争に巻き込まれてはならない。党派性や闘争は政治家の本領であり、 官僚とは全く異なる責任がある。官僚は、たとえ上司の命令が自分の意見と相入れないものであったとしても、それが信念であるかのように執行するべきである。6. 政治倫理。職業政治家になるための資質の一つは権力感情である。 すなわち他者を指導しているという意識や歴史的事件の一部を担っているという感情によって非日常的な気分を味合うという能力である。そして政治には特有の倫理的問題の領域がある。したがって政治家には情熱、責任感、判断力の資質が特に重要である。政治家にとって問題となるのは情熱と判断力を どのように政治家個人の人格に内面化するかということである。なぜなら政治を遂行するには情熱だけではなく、冷静に状況を観察して判断する力が必要だからである。つまり政治家は注目を集めようとする虚栄心という致命的な気質を克服しなければならない。そして為政者がその政治倫理を自覚しなければ 政治的手段そのものによって政治が滅ぼされる危険性がある。政治は硬い板に力強くゆっくりと穴を開ける作業である。情熱と目測能力を同時に持ちながら掘る。この世界で何度でも不可能なことに手を伸ばさなかったとしたら、人は可能なことすら成し遂げることはなかった。それを成すことができる人は、 導く人でなければならない。別の言葉で言えば英雄である。導く人でも英雄でもない普通の人も、あらゆる希望がかなわなかった時に持ちこたえられるような強い心を持ちなさい。それができないならば、可能なことも実現できない。自分が立っているところから見て、自分が世界のために差し出そうとするものに対して、この世界があまりにも愚かで、ュースであったとしても、 それで心が折れてしまうことなく、こうしたことすべてに対してすら、それでも諦めないということができる自信がある人だけが政治への使命を持っている。解説、不可能だと思って諦めたら負けである。不可能でも諦めない人が導く人、英雄、政治家になるべきである。 岩波文庫の2冊を1冊にまとめたものが、講談社学術文庫の仕事としての学問、仕事としての政治ら。1冊で2冊分だから、得した気分。